ちは。生きがい先生インタビュー、今回のゲストの先生は里見先生です。やだやだ、お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にナンバー出店嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな里見先生に今日はいろいろと、はい、短い間ですがお話を、ちょっと待って、ちょっと待って聞いてないんですけど、ちょっと待って先ほどからもう緊張しますっておっしゃってて、緊張する、緊張する、やだー、よろしくお願いします。全部ね、ちょっと差し入れをですねいただいてしまいまして、みんな大好きキットカット、みんな大好きキットカット、はいはい、お願いします。いただいていいですか。あ、もちろん お食べください。はい、ちょっとここにいっぱい呼ばせていただいて、後でみかん食べますか。いいですか、いただきます。スタッフの皆さんが用意していただいてて、はい、このみかんめちゃくちゃ甘いんですよ。すごい美味しいです。でちょっとあのまた皆さんでいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では早速なんですが、はい、里見先生のちょっと改めて自己紹介というかお願いしてもよろしいでしょうか。はい、皆さんこんにちは。待ってください、その感じでいきます。最後まで最後まで。あ、そうですね、行きましょう。緊張しちゃってすみません。あのレイで K-POP のクラスを担当させていただいております、里見と申します。よろしくお願いします。お願いします。 K-POP 大好きです。何でも聞いてください。あれですよね、レイではもう K-POP をクラスを持たれてもうどれぐらい、だいぶ長くやらせていただいているんですけれども、一番最初の先生ですか、 K-POP 始めた先生として。そうかもしれないです。いやー、はい、この文化を、この文化を始めました。例にこんだけ今浸透してて、しかも横浜校と渋谷校でレッスン持たれてるんですね。はい、はい、そうですね。横浜もうめちゃくちゃ K-POP 熱いじゃないですか。熱いですよね。熱いので、ぜひまた生きがいのね、この発表会でも K-POP 熱を全開に見せつけてもらえたらなと思っております。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、で佐藤さんに何個か質問させていただきたいと思います。はい、リラックスしていきましょう。はい、リラックスなんでない。しっかり大丈夫です。リラックス、全然大丈夫です、はい、あなたにとって発表会とはどういうものですかっていうご質問をまずさせていただきたいんですけれども、あ、これは出る側、あ、どっちでも、はい、どっちもでもいいですし、どちらかでもいいですし、そうですね、自分もあの今までいろいろ発表会出てきて、今はまだ出す側になっているんですけれども、発表会がなかったらこんなにダンスに熱くなれなかっただろうし、あの自分を表現するということをここまでたどり着けなかっただろうなって思っているので、かけがえのないものです。ちょっとどうしよう普通にできない。寿司三昧出ました、今気をつけて。本当でもそうですよね。いっぱい出られる側でも出られてましたか。あ、出てました。いろいろあの先生が生出すよっていうと、その度に追っかけてこういろんなスタジオに行ったり、はい、発表会行ったりとか。本当に熱くなりますよね。なんかありますね。熱が、ダンス熱が上がるというか、はい、なんかすごいマジックだなって思います私。というものは本当にあの、この方いつもおとなしいけれどとか、あのいろんな発見が、すごくいい踊りをして勉強になるとか、あ、生徒さんが出て、はい、特になんか K-POP のナンバーとか見させていただく最近機会が多いじゃないですか、はい、その変貌具合というか、なんかすごくありますよね。でもその普段の生徒さんの姿とステージに出た時のバッと、そうなんです、泣いちゃうの、何なんですかあれは。すごいですよね、皆さん
持ってるんですよね、絶対その、うん、本当に輝く要素というか、うん、それが K-POP だとより出しやすいというか、うん、あの楽曲がね、すごい明るくて楽しかったり、うん、セクシーだったり、ちょっとまた声がちっちゃくなってしまったんですけど、楽曲のパワーもすごくちょっと待って、腹から出してみて、腹から出してみて、ありがとうございます。前にやった時、あの全然先生の声が聞こえなかった言われちゃったんですか。それを思い出してちょっと腹から、ありがとう。でもそうなんです、 K-POP ってあのちょっと急に K-POP ってあの楽曲の力が本当に大きあのすごいなって思っていて、自分も構成レッスンを楽しく皆さんに受けていただけるのも K-POP のその楽曲だったりアーティストさんたちのパワーといただいてお借りしてやってるなって思ってます。ありがとうございます。さとみさんが好きな、はい、K-POP アーティストって聞いてもいいですか？今は早い。そう、あのもうすごい幅広く好きで、うんうんうん、あのね、今はちょっとスーパージュニア、スーパージュニアファンクラブには必ず入ってるんですけど。ファンクラブ、はい。それあの今一押しは NCT なんですけど、 NCT もいっぱい、ね、いますよね。そうなんですよ、ちょっと説明するのが難しいっていうくらい、はい、もうなんか大きな括りでね、はい、グループと何ていうんですか、ね、あでも そうですね、大きい人くくりでいますよね、はい、その中でいっぱいグループが今、そうなんですよね、はい、私も大好きです。あ、嬉しい。ドリームとか、あドリーム、ご存知で、はい、いろんなのがあるんですけど、まあ、好きな方はご存知だと思うんですけど、はい、本当に K-POP の話とか質問をするともう1聞いたら100返してくれるんですよ。大丈夫ですか？0.6 迷惑じゃないです。迷惑じゃないです、本当に迷惑じゃないです。いっぱいお話をしてくださって、レッスンがいつも前後なのでちょっとした間にこそっと K-POP 話をしたりとかさせていただくんですけど、そう、新曲出ました、よろしくお願いします。お願いします。曲いいですねっていうの、はい、いや今スーパージュニア、あースーパージュニアはずっと好きで、ずっと好き、はい、もう長いですか？長いですね。なんかまた話すごい長く、あチャミちゃんがもう話してますよね、はい、2PM、 2PM ですよね、はい、チャミのおっしゃる 2PM でしたね。もともと生徒さんに 2PM を布教されて布教されて、そうなんですよ、でみたいな感じで見たら、うん、かっこいい、めっちゃかっこいいですよね。でそこからなんかどっぷりどんどんいろんな、じゃ入り口がそこだったんですね。そうなんですよね。しかも生徒さんの導きが、そうなんですよ。やっぱあの何ですかね、 K-POP 好きの方ってあのもちろんそうでない方もいるかもしれないんですけど、ちょっと広めたがっかり、うん、みんなでねこう、そうなんですよ、押していこうっていうのがありますよね、はい、じゃあ今回もそんな、はい、すいません、また K-POP の話です。いいです無理やり無理やり、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。次の質問させていただいてもいいですか？はい、お願いします。あなたにとって生きがいとは何ですかっていう、やっぱりちょっと今もお話ししてたんですけど、はい、K-POP ですか、あ推しということですか？推し、なんかちょっとこういつも話が長くなっちゃうんですけど全然大丈夫、本当に K-POP によって救われたり助けられたりすることがすごく多くて、あのそのレッスンさせていただいてるっていうのもあったり、ライブを見に行って元気になるとかそういうのもあるんですけど、ただちょっとあのその K-POP によってちょっと心が痛くなることもあって、何ですか、脱退とか、そうですね、まあ多いです、こう人へというかあるんですけど、でもまあそうですね、生きがいは結構。スーパージュニア以外もライブ行きますか？行きます。行くんですね。その NCT ですとか、あとそのスーパージュニアが、うん、あの多分ご存知だと思いますけど、その S あの NCT とか、うん、少女時代さんとか同じ事務所で SM エンターテインメントっていうところに有名なんですね。はい。それの SM タウンっていう最高の最高のSM タウン。はい、お祭りがあって、あの今年久しぶりにまた日本でもあるんですけど、そういったのにさせていただいたので、
先生も推し活をエスパも言ってるよエスパも言ってるよ結構使いますか、その好きなアーティストの曲はもう率先して使う方ですか。あ、でもそうクラスですね。なんか結構昔はあの楽曲寄りだったり、でももちろん楽曲のこの自分が好きなテイストばっかり使うっていうのはあるんですけど、最近はメジャーな曲だったり、でもそうですね、好きな、あの、あんまりでもメンズの曲は使わないんですよ。ナムジャ。ナムジャ曲は。使わないんですね。でもその印象はあるかもしれないです。はい、ヨジャ曲ばっかりっていう。あれですか、はい、K-POP の曲をいつも使用されていて、はい、振りはオリジナル、里見先生のオリジナルじゃないですか、はい、好きなのってめっちゃ見るじゃないですか、はい、それでオリジナルを作るってすごいなって思ってて、あ、これはなんか作り手というか振りの作り手の人の話になっちゃうんですけど、どうしても出てきちゃうというか見ちゃうじゃないですか、 PV とか番組を、はい、それって大丈夫なんですか。なんでなんかあのあれなんですよね、そのあんまり見ないで、あ、そうなんですね、すぐ作るようにして、あ、新曲出たら、新曲出たら、で、あの、だいたい最初のミュージックビデオはなんか謎に宇宙で、あ、わかります、わかります、予告っていうのなんか、はい、とかあのドカーンみたいなのがあって、でなんかあのちょっとダンスシーンはサビだけちょっと織り交ぜて慣れてるみたいな感じで、なんかこう前編を通してのダンスとかがまだ出る前の段階とかでチラッと見て、あ、この曲いいみたいな感じになったら作るみたいな感じで、なるべくそのやっぱりあの元々の振り付けって素晴らしいじゃないですか、本当にキャクトもすごいですよね、はい、でやっぱりでもちょっとそれによっちゃ引っ張られちゃいそうになると思うので、うん、なるべくあの見ないですぐ作ったり、そうなんです、謎が解けました。で最近だいたい K-POP は A メロ B メロはなんかグループでなんかちょっとこう組一人一人がなんかこう踊るっていうなんかこう組み合わさってなんかこう形を作ったり、サビになんかキャッチーな振り付けっていうのが多いので、A メロ B メロはだいたいあまりあのなんていうんですかね、はっきりとした振りを踊ってるっていうシーンがあまりないので、ちょっと作りそれもあって作りやすいです。なるほどです。構成すごいですよね。すごいですよね。もう本当に見ます私。盗むわけじゃないんですけど、なんか勉強になる。勉強になりますよね、本当に。びっくりしますよね。なんかこんな見せる方もあったんだみたいな。本当に、あと逆にもうないんじゃないかとも思います。こんだけいて、すごいなって思います。これからもご伝授ください。ありがとうございます。ありがとうございます。最後になるんですが、はいはい、じゃじゃーん、生きがい里見先生ナンバー出展していただくんですが、もしナンバーの内容とか言える範囲でいいので教えていただけたら嬉しいです。はい、あの今回もあのやっぱその先ほど言ってた余者曲、女性の曲をあの使っての作品になると思います。あのセクシーで可愛くてキラキラした世界が好きなので、それを表現できたらと思っています。でちょっとまだそこまで細かくは決められてないんですけども、絶対衣装を可愛くしたいと思ってます前に来ました里見さん、はい、なんかここだけのトップス組み合わせたりとか絶対可愛いのにしたいと思ってるので、ぜひ、はい、みんなでお願いします、はい、キラキラなキラキラ輝くステージに絶対なると思います、はい、本当に衣装も楽しみです。あ、頑張りますありがとうございます里見先生のダンスが生で見れるかも、はい、あ、生で見れるかも知れませんよで、締め切りが1月31日までとなっておりまして、今ちょっとね、レッスンなかなかお忙しくてできてないかもしれないんですけど、来週ぐらいからレッスン復活されるということなので、はい、レッスンではこの内容の曲はやったりしますか。あ、そうですね、あのやっていこうと思っています、はいはい、ぜひご参加いただけたらと思います、はい、で締め切りが1月31日までとなっておりますが、上限が人数の上限が200人となっておりますので、それを過ぎてしまうと早めに1月31日より前倒して締め切る可能性がございますので、早めに先生にご挨拶いただいて、その後に申し込みボタンを押すところまでをしていただけたらと思います。直接ご挨拶いた方がいいですね、はい、ぜひレッスンに横浜渋谷と受けに行っていただけたらと思います、はい、
ありがとうございます。嬉しいです。なんかちゃんとお話ししたのが初めてですよね。そうですね、はい。よろしくお願いします。では、里見先生でした。ありがとうございました。